せーの、 BTU アニメラボ。さあ、今週も始まりました。今回の放送こちら、大勝写真館あと秋葉ブルースバイガイナクさんよりお送りいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、今週のカオフチャイナル第4話の感想を参りましょう。今回ですね、力士シールの制作者を探しに病院に行ったら、ゾンビっぽい患者に襲われちゃったよの負けでございました。まあ、これようやく力士シールが、ロールシャハテストの11番目の画像だったということが分かりました。で、その画像を見て反応がある人は何やら能力の素質があるんじゃないかという研究がそこの病院で行われてましたねっていうところまでですかね、今週分かったことといえば、はい、さあ、皆さん今週見てみてどうでした？病院軽々入りましたし、ね、怖かったシーンありました、ね、ずっとホラー映画みたいだったな、ね、割と前半は特にね、どこが妄想でどこが真実なのか一瞬分かんなくなる、ね、そうか、妄想がだいぶ入ってきましたね、入ってきましたね、あの場所に入ってからも、ね、追いかけてきてる人がみんなゾンビみたいに見えてたのも要は妄想がかかってたみたいな状態でね、みんなパジャマみたいなの着てたもんね、あの、ね、あれはもう患者さんだから分かるけど、その妄想を、妄想の時なんか私服のゾンビだったよね。そうで、女の人がいたり男の人がいたりっていうのも何か関係してるのかなと、うん、いろいろ考えることもできますけども、うん、じゃあね、おのおの今回気になった点を聞いていきたいと思います。このコーナー皆さんお待ちなんでしょう。それでは早速いきましょう。今週一番目に語っていた方は誰だろう。パテモカイさん、わーお願いいたします。今週ね、いろんな魅力がありましたよ。ありましたね。そんな中でもね、ちょっと気になったところ教えてもらえますか。もう気になったところですか、はい、ね、あのピンクの髪の子はね、はい、鍵を開ける能力を持っているのかって思いました。あの子はね、全部分かってすぎだったね。そう、あの子が言うようにから、あの子は何かしらの内通者じゃねえかって思ってる、うんうん、あ、まあ言ったら前回、前々回も、うんうん、1話、あ、ホテル開けたじゃん。そうか、そうか、それもあった。あ、ガンガン鍵を私が開けるんですよね。こっちこっちっつって、うん、ガンガン行くし、うん、の子が言うと鍵が開く、開くよね。そういう能力なのかな、が裏でなんかやってて、こっちになんか事件に巻き込まれるように仕向けるように仕向けるから、事件からこっちに来てるみたいな表現があったから、あの子が事件を巻き取り巻いてるような、うん、事件の一部側である、一部側の人間である。そう、もしかしたら超高校級の家政婦なのかもしれませんよ。ああ、見ちゃう的な ね、そういう能力なのかもしれない。結構真面目に合ってるかもしれないからですね、ちょっと今話、ね、超高校級の家政婦に合わせちゃうタイプ。でも本当に今回ね、まあ、ちゃんとした話になるとそこかなっていうのが、ね、一番気になるよね。もうあからさまだったもんね、今回特に。今回ね、ひどいぐらいのヒントっぷりが、自分がやって自分で何かやってる、鍵開いてる、こっちじゃない、こっちじゃない、こっち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 はやべえ、こういう人だ。で主人公がパニクったら、あれ私が守るもんっていうのは、なんか、うん、あからさまになんか、でもあの子もちょっとパニクったよね。そう、その子もだからなんか同じ、まあ、実験施設じゃないですか、まあ、病院での何かなのかな、記憶がある。とりあえず主人公の記憶がないのはないじゃないですか、うん、うすらぼんやりみたいな。そう、でも同じ実験体、まあ、最初拷問を受けてたこの記憶を覚えてるなんてあんた偉いね、そこを褒めてあげるよって言ってくれてたわけで、普通覚えてないのを覚えてる、うん、あれかな、昏睡状態っていう子もいるんだとか、そうだね、でその昏睡状態で見つかった時が多分、うん、その直前まであの施設にいたってことだよね、地震の時のっていうことですね。で、まあ、あの光の話もありましたしね、うん、で地震のせいで実験がなくなった、うん、まあ地震のせいではないけどねぐらいのニュアンスあったから、うん、そうですね、ね、地震を起こしたのがその能力なのか、うん、はたまたどうなのかと、まあ、これから分かってくることなんでしょうけども、うんうん、ね、地震自体はでもカオスヘッドの事件なんですよね、うん、一応は、うん、ね、まあ、だからその時の事件と何かしらそのまあつながってるっていうか、同じ要は研究の流れでうんたらかんたらってことなんですよね、うん、きっと同じとこだし、うん、あ、ね、そのカオスヘッドの時の地震は本当の地震なの？地震じゃないんじゃない？まだ局地的になるかねってことでしょ、うん、俺カオスチャイルしか本当に見てないから何も分かんないんだけど、うん、そうね、分かんないけど、ね、地震じゃなかった感は強く出してるよね、うん、で今回重要なキーワードとしてディソードというのが
うん、うっすら出てきましたねと、うん、まあ、これがおそらく能力の呼び名、まあ、実験での実験成果の呼び名なんだろうなっていうところ、うん、でもギガロマニアックスの方がそれっぽいですけどね、うん、なんかディスコードはなんかその能力の結果みたいな、うん、成果なのか、うん、なんか被験者の 0.01 のみが覚醒みたいな、うん、そうですね、覚醒した結果みたいな結果がそうかな、そう呼ばれるようになるのか、あ、まあ、細かいところ分かりませんけどね、ちらりとありましたね、はい、じゃあ続いて気になったところを聞いていきましょうか、うん、じゃあ山下さん、山下さんいいですか、そうですね、いろいろありましたよ今回はね、気になるところは、はい、いろいろありましたね、特になんか用語がね、うん、急にポンポン出てきたじゃないですか、さっきのディスボードにしろ、イガルマニアックスにしろ、はいはいはい、あとね、あのクジラさんがあんだけシリアスな演技してるの意外に、ああシリアスな演技してるクジラさんの方に、ちょっとまあまあ銀玉でしょと思ってるからさなんかさ、別に僕クジラさんに対する偏見があるわけじゃないんですけど、なんか演技もするよ、クジラさんがあんだけシリアスな演技してると、わーって思ってしまうっていうね、ねえ、うん、ちょっといい女ぶってるし、なんかいい女ぶってる、いつもいい女、おばちゃん、いい、なんかいいおばちゃんとか、いいおばちゃん、いいおばちゃんだからね。あと個人的にあの方の名前モモセっていうのがね、個人的にはああモモセっぽいっていう、シレモモセっぽいのシレふっくらとしたおばちゃん、あモモセっぽいな、髪型などなどモモセっぽいなっていうのが、あとあの最終的に、はい、あの拉致してきちゃいましたけど、うん、大丈夫なのかなとかね、そうだね、まあ、ね、この子はまだあっちにいたがってたもんね、みんながいるから的な感じ、働いてるのか働かされてるのか監禁なのか、他の人はまあ実験での、うん、苦しみ続けてる、うん、ほぼ監禁軟禁状態で、まあ、後ろばかりになってたからね、うん、もうなんか世間には出せないみたいな、うん、で、まあ、久野里さん、まあ、あの助けてくれた人の目的は何をやってたかっていうのを探すのと、うん、その子を助けるのことまでが仕事だったのかな、うん、まあ、助け出したらその本人に聞けるからっていうのもあるけど、情報をすればみたいな話もしてましたし、うん、ねえ、とにかく今回そういういろんな情報が多かったっていう、ねえ、あとはあれだ、死体と一緒に寝かせられてかわいそうだな、かわいそうだったね、うん、あれあれはヒントの髪のやつわざとだよね、完全に、ねえ、あれ自らやって、うん、あれはねえぜっていう、ね、あれは嫌だね、あれは嫌だね、あれは本当に嫌だと思う、あそこもね、緊急事態とは言え、ね、ね、よく許すよね、ねえ、オッケー氏のね、うん、悪意がちょっと見えましたね、ね、だからこそオッケー氏ちょっと 裏説を唱え続けたいね、まあ、伊藤君、うん、何かしら困らせようとしてんじゃねえかと、そうですね、うん、そしてさ、言える小林さんの番ですけども、はい、まあね、いろいろまあゾンビの妄想がありまして、うん、でそれが妄想だったと、若い収容されてた人たちがドアから出ていきますので、うん、ドアが閉められました、うん、そしたら布が挟まってて、うん、あ、これ開いてるよっていう、とんでもない、うん、布が挟まるなんてことは絶対ないよ、みんな服着てんだから、うん、なのにそんなことになってて、うん、どう思いました、なんで俺だけそんな狭まってるちょっと待って、俺だけ不自然にか不自然じゃないか不自然だと思いましたですよね、ありがとうございます、俺だけ出口1個のところにいる、でもね、やっぱ気になったと思うんですよ、なったよ、だってあの布1枚で閉まれなくなるドアやべえなとか、普通のもとガチャガチャって閉まると思うけど、ほんと電子ロックとはってなりますし、鍵とはってなったけどね、でまた合流した後にね、はい、オリアンセのおばさんですよ、おりましたね、夫もホラーで騒がしたし、静かにしとけば気づかれない、なアホな、うん、完全にこっちを見て会釈をしたのに気づかないわけがない、そう思いませんか小林さん、と思いますよ、頑張ってね、ありがとうございます、誘導尋問どうみたいな、みんな思ってました、会釈したもんな、リキシール怖いと思いませんか小林さん、だから怖いのよ、リキシールはずっと怖いのよ、同社派でしたね、同社派で座ったんかいとかね、あの妄想の中でリキシール、いや大丈夫、そんな妄想用意ないのに、これからも顔を自由意志で喋ったんだよ、楽しみじゃないですか、楽しみです、ですよね、ありがとうございます、それでは皆様今週も見ていただいてどうもありがとうございました、また来週も見てください、さよなら、意思はないんか、小林さんいい件言うわ全然手応えない